ヨハン・アダム・ラインケン、ヨハン・アダム・ラインケン、1643年12月10日から1722年11月24日は、17世紀後半から18世紀初頭にかけて、ハンブルクで活躍したオランダ出身の作曲家である。オルガン音楽の王家として知られ、ディートリヒ・ブクステフーデと共に、北ドイツオルガン楽派の流星を築いた。従来、ヨハン・アダム・ラインケンは、 1623年4月27日にエルザス地方のビルハウゼンで生まれたとされてきた。これは、ヨハン・マッテゾンが音楽批評第一巻、1722年において、ラインの少年は1623年4月27日であると述べており、ライン県の父アダム・ライン県は、1637年にオランダのデーフェンテルに移住する以前、 ビルハウゼンに住んでいたと考えられたことによものである。しかしながら、今日では、近年調査されたデイフェンテルの教会の洗礼記録に、基づき、1643年12月10日に、生まれたアダム・ライン県ンの子やんが、後のヨハン・アダム・ライン県ンとされるようになってきている。ライン県ンのミドルネーム、アダムは、アダムの子であることを示すオランダの古州に従って、後に付加されたものと推測される。 ラインケンの少年時代の記録はほとんど残されていない。1650年に、ベーデッカー家の寄付を得て、郷里のデイフェンテルで、ヤン・ピーテルス・ゾーンスウェーリンクの弟子であるルーカス・ブン、レーニンクから、オルガンの指導を受け、1654年11月12日には、ハンブルク聖カタリーナ教会のオルガニストである、ハインリヒ・シャエデマンに指示するため、ハンブルクに到着している。その後、 1657年3月11日に、デーフェンテルで、死協会のオルガニストに採用されるが、1658年末には、再びハンブルクに戻って、シャイデマンの助手となり、1663年11月26日に、シャイデマンが死去すると、その公認として、聖カタリーナ協会のオルガニストに任命される。1665年6月23日、ライン県は、 ハンブルクの市民権を得て、その翌日、シャイデマンの末娘であるアンナ・ドロテアと結婚する。二人の間に生まれた娘、マルガレート・マリアは、後にライン権の弟子であり、ハンブルク聖夜コップ教会のオルガニストとなるアンドレアス、クネラーと結婚している。当時のプロテスタント教会におけるオルガニストは、教会の永全や初期等、事務職を兼ねることが一般的であった。 しかしながら、ラインケンは、1666年に、初期は自ら選んだ任務ではないとしての返上を、教会当局に申し出て、年間1445マルクの報級の増額と、共に、これを受け入れさせる。ラインケンは、後に、室内楽曲集、音楽の園を出版した際、その序文において、自らを教会カントルと対比して、オルガン指導者、 ダードリー・オーガニーと称しているが、これらは、ライン県の芸術家としての強い自意識の現れである。実際、ライン県は、オルガンの演奏のみならず、新設、改修されたオルガンの鑑定においても優れた才能を発揮し、17世紀後半における、ハンブルクの経済的、文化的繁栄を体現する存在であ、1671年から1674年に、 かけては、聖カタリーナ教会のオルガンの大規模な改修を、監督し、四段鍵盤からなる北ドイツ最大規模の、オルガンを、その生涯を通して、良好な状態に保ち続ける。ライン券のもとには、アンドレアス・クネラー、ヨハン・ハインリヒュートメラー、ゲオルク・ディ・トリヒライリンク、ハインリヒロジをはじめ、多くの音楽家が、その訓導を受けるために訪れた。ヨハネス・フォールハウトによる、 油彩画、家庭音楽の一コマ、1674年には、ディートリヒブクステフーデと共に、室内楽を楽しむラインの姿が描かれている。中央のチェンバロに向かって座るラインケンは、高価な絹の着物をまとっており、服装に、東洋趣味を取り入れることは、当時最新の流行とされていた。また、ラインケンは、教会オルガニストとしての活動にとどまらず、年代には、 マティアス・ベックマンが創設した音楽団体、コレギウム・ムジクム、コレギウム・ムージー・カムが毎週会していた演奏会に関わるとともに、1678年にハンブルクにゲンゼ・マルクと歌劇場が建設されると、パンブルク・オペラの創立者の一人として名を連ね、1685年にオペラの運営から退いた後も、オペラに対する関心を持ち続けた。 1681年9月30日、戦災と死別したラインケンは、3年3ヶ月後の1685年1月1日に、アンナ・バーグナーと再婚する。ブックスティフでは、ラインケンの結婚を祝い、ラインケンのために、声楽曲、ブックス WV19 を書き送っている。その一方で、世紀の移り変わりとともに、人々の音楽に対する思考にも変化が現れてくる。 1705年には、聖カタリーナ教会当局が、ライン県の公認として、ヨハ・ン・マッテゾンを採用しようとしたことが発覚し、ライン県はこれを阻止する。マッテゾンは、その著作において、少なからず、ライン県に対する、誤った否定的な見解を述べているが、1705年以来、マッテゾンとライン県は対立関係にあったことを、考慮すべきである。1718年、 ラインケンは、弟子のヨハン・ハイン・リヒ・ウトメラーを助手に任命することを、聖カタリーナ教会当局に申し出で、実質的に引退する。ラインケンは、莫大な財産を教会に残す代わりに、教会から年金を受け取ることで、生涯豊かな生活を送ることができた。1722年11月24日、ラインケンは、ハンブルクで死去し、遺体は、リューベックの聖カタリーナ教会に葬られる。 リューベックの聖カタリーナ教会に現存するライン剣の母書は、ライン剣が1707年に弟子にして娘婿である、クネラー家から買い取ったもであり、同教会にライン剣が寄進した、キリストの復活を描く油彩画は、ライン剣の経験な信仰心を忍ぶ縁となっている。ライン剣は、長い生涯において幅広く活躍したにもかかわらず、わずかな作品しか残していない。これは、 ラインケンが即興演奏を得意とし、作品を楽譜に書き留めることに関心が低かったたであり、また晩年に出版した作品集のほとんどが消失しているためでもある。聖カタリーナ協会の会計帳簿には、ラインケンが作曲した宗教コンチェルトに対して報酬が支払われたことが記録れているが、これらの聖楽局も今日全く現存しない。 謙遜するラインケンの主たる作品は、オルガンやチェンバロのための鍵盤楽曲である。ラインケンは、ハインリッシャイデマンの弟子として、ヤンピーテルス・ゾーンスウェー・リンクに連なるランダや、北ドイツのオルガン演奏の伝統を受け継ぎ、ビルトオーソ的な演奏技巧に、裏打ちされた、華麗な彩りを加えることに成功した。足鍵盤を要する2曲のコラール編曲は、 それぞれ200から300小節からなる長大なコラール幻想曲であり、コラールの各節が歌詞の変化に合わせて断片化され、幻想的なパッセージ、普天リズム、乾燥な風の模倣、厳格なカノン等、多様な手法で装飾される。特に集結部では、両足を使用することで、生部数が拡大され、 華麗なカデンツァが形成されており、手鍵盤における頻繁な両手交差等とともに、高度な技巧に基づく高い演奏効果が追求されている。一方、トッカータ、フーガ等の自由曲はいずれも足鍵盤を持たず、チェンバロによる演奏にも適したものである。三曲のトッカータは、北ドイツオルガン学派に共通の特徴を示しており、即興的な自由な部分と、 対位法的な風画が交互に展開される。また、途端調の風画では、装飾的な感想部を伴って、弦楽器によるトレモ物を模倣した性格的な主題が、各セーブに繰り返し現れる。ライン,ケンの剣の鍵盤楽曲には、この他に、チェンバロのための10曲の組曲及び3曲の変装曲等がある。組曲はいずれも主題的に関連付けられたアルマンド。 クーラント、サラバンド、ジーグという四つの部曲からなり、終曲のジーグは対比法的な性格が強く、二部分形式の後半では、主題の展開型が用いられることもある。また、三曲の世俗的変装曲のうち、アリア、結婚のことは黙っていてに基づく作品は、ヨハン・ヤーコップ・フロー・ベルガーの鍵盤作品集、第二巻に収められている変装曲。 FBWV606 と同一の主題によるものであり、個々の変装はしばしば部曲のリズムを基礎として構成されている。ライン県の室内楽曲は1687年に音楽のソノとして出版された6曲のパルティータが現存するのみである。これらの楽曲はいずれもイタリア起源の教会ソナタとフランス様式の部曲を組み合わせた構成をとっており、ソナタ部分は 早朝な感情学賞と対法的な急速学賞に続けてバイオリンとビオラダガンバによるソロ学賞が繰り返される。冒頭の感情学賞では終知的な恩恵や火星的な緊張を等を通して豊かな情緒の表出が図られており、後続する急速学賞と終局のジーグでは感想部を持たない厳格な順列風画が採用されている。一方、 バイオリンとビオラダガンバによるソロ楽章は、ゆったりとした自由な部分とトッカータ風の急速な部分とからなり、スティルス・ファンタスティックス、幻想様式に基づく即興な性格が強く示されている。ラインケンは音楽理論に対する関心も深く、ヤン・ピーテルス・ゾーン・スウェイ・リンクやアレッサンドロ・ポリエッティの作曲協定の筆者本を所有していたのに加え、二重体以法。 等に関する理論的著作を残している。スウェーディンクの作曲協定に関するライン県の注釈書は第二次世界大戦中に行方不明となったが1995年にロシアで発見され、現在はハンブルク私立大学図書館に返還されている。ライン県はオルガン音楽の親として同時代のドイツの音楽家に対して強い影響力を有していた。 ヨハン・ゼバスティアン・バッハもライン県の影響を受けた一人であり、ライン県の音楽の園から三曲を鍵盤楽器用に編曲している BWV954、965、966。バッハは1720年にハンブルクを訪問した際にバビロンの流れのほとりでに基づくコラール幻想曲即興で演奏し、すでに死に絶えたと思っていた技法が、 あなたのうちに生きていたとして、晩年のライン剣を痛く感動させたが、近年、バッハが15歳の時に筆者したライン剣のコラール奏曲、バビロンの流れのほとりでの楽譜が発見され、バッハが若くしてライン剣の作曲技法を習得しようとしたことが実証されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。